さあでは9時台そろそろ終わりでございます。10時台は早川セイラちゃんが登場です。セイラちゃんとはどうですか。セイラちゃんとはですね、うん、私の思い出がある女性です。え、どういうこと。見出し面白そうだけど何ですか。はい、セイラちゃんすごい優しくて、ええ、私が一番初めに思い入れのある女性になった女性です、ね、何があったかそれを聞きたいんですよ、うん、今同じことを2回聞いたんです。セイラちゃんの言いづらいことがあるのかな。どんなきっかけが。セイラちゃんのお母さんもすっごい優しくて、私のお母さんに、はい、あの配属を乃木坂46に加入させてもらったっていうショールームを配信した時に、はいはい、セイラちゃんのお母さんから私のお母さんにおめでとうっていう連絡をくれたんですよ、はい、で私はもうなんていい親子だと思って、うん、そこから思い出のある女性になりました。あ、お母さんにだ。いやいや長時間ごめん、何言ってんの、はい、思い出があるってそういうことなのかな。はい、親子、うん、え、お、親親です。それセラちゃんのママだよね、きっと思い出があるの。そうだよね、うん、セラちゃんへの思い出ずっと聞けないままだ。今聞いてたんだけどセラちゃんのエピソードがゼロだったのよ。全然3回操作して迷宮にしたんだ。そうな、仲良しエピソードとかなんか出てくるかなと思ったら、仲良しです。思い出が聞けないんだ。セラちゃん自身ともだからなんかお出かけしたりとか、うん、そういうことがあるのかな。お出かけはあのコロナウイルスの影響でできなかったんですけど、でもお話もバンバンしますし、セラちゃんも関西弁なので割とリラックスして話してます。あ、そうなんだね。はい、でも一番思い出がじゃやっぱり、はい、あります。思い出のある女性は、はい、全く分かる、意味が全く分かる。思い出のある女性って思い出があるって言われたくもないし、我々も言ってくださいね。思い出のあるコンビなんです。もちろんです。おじらいさんはね、すごく思い出のある。違う、育てた人に言うの、はい、いいんですよね。いや、あの弟子には思い出がありましてね、はい、とかって言うと、そうだ、あ、そうだ、確かに、あれ目上の人は大体言うんだよ。そうそうそう、言ってください。オリラジに思い出があるって言ってください。ありがたい。さあ、ありがたいじゃないのよ。ゆめき、お別れなんで、はい、この時間はもうバイバイなんで、最後はリスナーの皆さんにメッセージお願いします。はい、はいはい、皆さんこの後も元気に生きてください。